岩手県岩泉町大川あざ、大当たり岩手県道171号、大川松草線との分岐地点宮越小こ付近国道340号は、岩手県陸前高田市から北上山地を縦貫して、青森県八戸市に至る一般国道である。岩手県陸前高田市の国道45号分岐を起点に北へ向かい、北上高地を南北に縦断しながら、 東野市を経て、青森県八戸市で、再び国道45号に接続する、幹線道路。東日本大震災では、広報支援拠点の東野市から、救援物資の輸送路としても利用された。一部の区間ごとに別名があり、陸前高田市気仙郡住田町間が、高田街道、住田町、東野市上里町間が、四田前街道、同市上里町の一部が、上り街道。 下平郡岩泉町浅内岩手郡、葛巻町長官が新小本街道、旧古郡久野辺村道郡、軽米長官が久野辺街道とも呼ばれる。終点付近の八戸市中心市街、新荒町交差点と終点、塩町交差点の約 1.6km 区間は八戸港方面へ向かう一方通行となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲点及び、経過値は次の通り。陸前高田、住田間住田、東野間等の、宮古間宮古、岩泉間岩泉、くず巻間くず巻、カルマイ間カルマイ、八戸間赤羽峠と立丸峠と、お四角峠はトンネルでの通過が可能。赤羽峠、立丸峠は急勾配、急カーブ緩和のための新道切り替えにより、トンネル化された。 お四角峠は JR 東日本岩泉線が並行していたが、2014年4月1日の廃線化に伴い道線のトンネルを道路用に改良し、2020年12月13日に供用された。ありがとうございます。